東京貨物ターミナル駅は東京都品川区屋市を3丁目にある日本貨物鉄道東日本旅客鉄道の駅。一部の貨車の常備駅に指定されており、東富が貨車に記されている。旅客列車の設定はないが JR 東日本の旅客駅の扱いとなっている。東海道本線を中心に日本各地からの貨物列車が多く発着し、 隅田川駅と並ぶ東京の二大貨物駅であるほか、貨物駅として日本最大の面積を持つ駅である。古戦橋から撮影。一番奥に今は亡き旧駅舎奥が映っている。1960年代に計画された東京外環状線構想では、当駅には大井奏車場が併設される予定であった。メインゲート地上駅。駅構内は北側から順に、 着発線群、留置線群、大域管区の研修庫、コンテナホームの順に配置されている。コンテナホームは5面10線存在する。また、西端のホーム上にコンテナ研修庫が備えられている。駅西側に隣接して、東海道新幹線の大い車両基地があり、そこに併設されている保線基地にレールを引き渡すクレーンがホームの西側に置かれている。 港内の東側には、遊休地を活用した複合物流施設 F プラザ東京が A 棟から L 棟までの合計11棟置かれている。A 棟は佐川急便、B 棟は山戸運輸、C 一棟はリリカラ、C 二棟は大和コーポレーション、D 棟は近鉄エクスプレス、E 棟は東方薬品、下棟は札幌通運、G 棟は日本運輸倉庫。 H 棟と I 棟はシンシア、J 棟は DHL、L 棟は日本通運が使用している。また、JR 貨物グループの東京貨物開発のコンテナ複合施設がコンテナホームの南側にあり、これらにも複数のテナントが入っている。2006年3月から改良工事が行われ、2007年3月代や改正から新ホームの使用を開始した。 改良前は6面10線のホームがあったが、西側から2番目にあったホームの幅が15メートルと、狭く、車両の回転が困難であったためホームは使用せず、200線が留置線として使用されていた。改良工事は、最も東側にあるホームの幅を25メートルから35メートルに拡幅し、その東側に200線1線を新設した。狭い蒸気のホームは撤去し、 その跡地に留置線3線を設置した。新設された200線、留置線はそれぞれ延長560メートル、コンテナ列車26両編成に対応。コンテナホーム拡幅面積は6500平方メートル。この工事により有効時間帯の列車増発、列車引き渡し時刻の繰り上げ、200線で1000時刻の繰り下げが可能となり、ダイヤが乱れた際も、 駅構内での列車の発着調整が容易になり、ダイヤの乱れを従来より早く収束できると期待された。2011年度の車扱い貨物の取扱い量は、発送が15トン、到着が2248トン。コンテナ貨物の取扱い量は、発送が1212506トン、到着が1402002トンであった。近年の年間発着トン数は、下記の通り。 東京レールゲートウエスト2014年9月、東駅構内南側の敷地面積約10万3000平方メートルの土地を対象とする東京貨物ターミナル駅コード利用プロジェクトが発表された。総事業費は見込み段階で約350億円となっており、JR 貨物として初めてとなるマルチテナント型物流施設 F プラザ東京 M 旨改め、 東京レールゲートウエスト、F プラザ東京 N 棟改め、東京レールゲートイースト k 二棟を新築するほか、駅事務所の地上5階建てへの建て替え並びに、立体駐車場の設置を行う、東京貨物ターミナル駅事務所多施設整備事業を、当該プロジェクトの一環として、全機物流施設に当建設に先立って遂行する。このうち、先行実施される、 駅事務所建て替え等の事業分については、安藤狭間が28億5000万円にて、実施設計、施行手として、落札、2017年10月末の竣工を目指して、進捗している。続いて、全機物流施設二棟の建設に、着手、まず2018年1月に、東京レールゲートウェイスと建設を開始し2019年8月の、竣工を予定、その後、 同年10月に東京レールゲートイースト着工2021年10月の竣工を予定している。なお、全機物流施設2棟の内後発で建設される東京レールゲートイーストは開発事業パートナーとして別途迎える三井不動産との共同事業の形を取ることになっている。先に建設される東京レールゲートウェストは JR 貨物単独事業扱い。 ありがとうございます。